こっちこっち。どうしたの？そんなに焦って。うち前に言ったよね、ドニグルには絶対に抜けない釘があるって。あれは師匠が残した一番大事な一本なんだ。ドニグルは外からそれを抜く力なんて持ってない。でももし栄丹とそんなつながりがあるなら、それに加えて時間がかなり経ってるから、あー大変なことになっちゃう。話を聞いて。
気を全部抜いたところで、あんたにとって何のメリットもない。利益のないことはやっちゃいけない。そうだよね。消えろ。刀はこっちに。カク、早く起きて。無理って、みんなうちの話を聞いてくれないんだから。大根発芽軽くて投げ払え。チャージ完了。逃げられないよ。動かない。バタドア、パワー全開、当たれ。あおー、空中リレー。いくよ。私に任せて。おかしい、リトおじさんがいない以上こんなに強くなるはずないのに。あなたたちが加減を忘れたからやけくそになったのかもしれない。タク、さっきまでどこに行ってたの。とにかく栄誕から力を取り入れる速度をなるべく遅くしよう。他のことについてはあなたたち次第。連携作戦の時間だ。電池3体、影それこれを引け。今、戦場を一掃する。頭をこっちに。電池、点火。終わり。やっほー、来て。実は栄誕の力を事前に使い始めたの。世界を引きずる力を私たちに使ってるわけ。おーい。その通り。幸い釘は完全に抜かれているわけではない。だから力も完全なものではない。さっき話したように、私もなるべくその吸収効率を下げている。私に任せて。射撃の時間だ。今、戦場を一掃する。頭をこっちに。バタドア。やっほー。やっほー。次はこっちのパルスだよ。あなたに決めた。電池3回、影それこれを引け。エンジン点火。私に任せて。遠慮はいらない。急いで片付けよう。さあ、終わりを告げようか。言いたくない、本当に。